皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのガネです。今回はこの極質というラケットを紹介したいと思います。この極質なんですけど、どういった特徴のあるラケットかっていうと、まずはこのブレード面を見てもらったら分かると思うんですけど、すごい大きいブレードになってます。他にもどのような特徴があるかっていうと、このラケットは圧倒的に止まるっていうラケットになってます。相手の攻撃をもう完全にいなしてしまうような、そのようなラケットになってます。自分が知る限りではこのラケットより止まる守備用のラケットっていうのは見たことがありません。まあ攻撃用のラケットでももちろん見たことないんですけど、もう守備用の中でも圧倒的に止まるっていう、そのようなラケットになってます。もうこのラケットで攻撃が止めれないっていう場合は、他の守備用のラケットを使っても、まあ、止めれないんではないかなって思うぐらい、すごくよく止まるラケットになってます。ワールドラバーマーケットで販売されている原種っていうラケットもあるんですけど、この原種っていうラケットよりも圧倒的に止まるっていうラケットになってます。原種の方はすごくよく切れるっていうので、すごく評判のいいラケットになってます。ペン粒の選手が試合で勝っていく上で必ずできなければならない技術っていうのが、やっぱり自分の中ではペン粒のショートとかフォアのブロックとか、そういう技術が一番大事やと思います。なのでまず相手のドライブを確実に止めるっていうことはとても大事ですよね。確実に止めなければならないけど止まらない、そうなってくると試合運びがどん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 悪くなってくると思います。その当たり前にブロックができないとダメっていうことが一番簡単なラケットになってます。まずはプレイ動画の方をご覧ください。今回は極質2と赤面チンの OX と黒面がラザントグリップで試してみました。まずは当てるだけのブロックをしてみたいと思います。この当てるだけのブロックなんですけど、当てるだけでもこんなに止まっています。本当にただ当てているだけです。グッチさんに深いループドライブを打ってもらっても、ただ当てるだけで止めているのが分かると思います。もう自分の感覚では弾まないので、押さないと入らないのではないかと思うくらいよく止まるっていうのが印象的でした。当てるだけでここまで止まるラケットは自分が今まで使ってきた中では初めてやと思います。もうこの当てるだけのブロックなんですけど、入れるときに意識しているのはラケットの角度だけですね。他はもう何も意識してないです。もうこのラケットで止めれない場合は他のラケットを使っても止めれないのではないかってちょっと思ってしまうぐらいよく止まるのが印象的です。次はグッチさんにフルスイングで強打をしてもらいました。角度さえ合えば止まっているのがこれもわかると思います。このプレーなんですけど、角度があってもうすごいぴったりパパーンって綺麗に飛んでいるのがわかると思います。このプレーも相手からするとそれ止めるっていうような展開から徹底的に揺さぶりをかけて得点している。もう試合でこれをやられたらもうほんまにたまらんなって自分でも思います。
このような完全に負け試合の展開でもラケットに当たればワンチャン勝てる。しかもラケットの面がすごい極種2はでかいので当たりやすいというのもこのラケットの特徴やと思います。次に全力でループドライブを打ってもらいました。裏でもう本当にただ当てるだけでブロックを1回してみたいと思います。まあこのグッチーさんのループドライブのかかってる量に自分もちょっと驚いてしまったんですけど、実際裏でちょっと当てただけぐらいではもうこんなに飛んでいってしまうんですよね。しかしこのつぶたかでちょっと止めてみたんですけど、さすがにちょっとかかってるんで浮いてしまうのは浮いてしまうんですけど、それでもまだ当てただけで十分止まっているのは止まっています。次に2バウンドレシーブをやってみました。これもよく止まっています。この人のドライブ止めにくいなとか思うような相手にはちょっとやりたい技術ではあるんですけど、やっぱりその今までの守備用のラケットでは2バウンドさせるっていうのはやっぱりすごいやりにくかったんですけど、もうこのラケットは特別弾まないのでロングサーブぐらいの威力やとただ当てただけやったらこう結構綺麗に2バウンドで返球できるっていうのも大きな特徴です。次は2バウンドブロックをやってみたいと思います。もう当ててほんの少しラケットを引くっていうイメージで簡単に2バウンドのブロックが可能になりました。次はブチ切りのブロックをやってみたいと思います。弾まないのでこう思い切って切っても飛んでいかないっていうのはとてもいいと思います。そして回転もしっかりかかっています。次にプッシュをやってみたいと思います。オーバーミスをしないっていう安心感が自分の中では半端なくいいなって思います。最後にオールをやってみました。このいくらでも止まる安心感っていうのがやっぱりすごいいいですよね。安定のブロックで入っています。まあこの強打が止まるっていうのもすごいですよね。やっぱり急に強打が来たにもかかわらずこの低く止まる安心感はもうすごいです。ここまで踏み込んだ球をきれいに止めれるっていうのはやっぱり技術とかが相当いるんですけど、これも結構当てただけで返球されてしまってるっていうのがすごいですね。このラケットのすごさやと思います。こういう返球のされ方をすると相手も踏み込んで強打するのが怖くなると思います。他には低く短く止めやすくなっているっていうことで、相手もオールだとこうクロスにしかほとんどドライブを打てないんやなっていうのはすごい自分の中で驚きました。なのでもうブロックのコースがクロス待ちしていれば、あ結構狙い通り来るんやなみたいな、こういったところも印象的です。でもやっぱりこの一番の魅力はいくらでも止まるブロックの安定感やと思います。プレイ動画の方いかがでしょうか。このプレイ動画の方を見てもらったら分かると思うんですけど、本当にこうただ単に当てるだけでグッチさんのドライブとかでも簡単に止まるっていうことになります。強打もただ単に当てただけで止まっていたのが分かったと思います。試合を運んでいく上でこのブロックが相手のドライブよりも止まる、相手のドライブの精度よりも止まるっていうことになれば、やっぱりそのまま試合をただ単に
相手に打たせていく展開を作っていくだけで試合って勝てるんですよね。なので今試合で勝てないっていう人のほとんどがブロックをできていない、相手のドライブの精度よりも自分のブロックの精度が悪いっていうことになると思います。なので試合に勝ちたいっていうことであれば、まずはこの止めやすいラケットでこういくらでも止めれるっていう状況を作るっていうのはとても大事だと思います。単純に勝率が上がると思います。最後にどのような方におすすめかって言いますと、まず一つ目は単純に今ブロックができなくて困っているっていう方、もっと簡単にブロックをしたい、もっとたくさんブロックができるようになりたいっていう人におすすめになっています。二つ目は前後左右に揺さぶりをかけて得点をしたい方っていうことになります。つぶたかの選手は結構左右に揺さぶるっていうのはもともと得意な戦型だとは思うんですけど、この前後ですね、前後はやっぱり相手の強打が強くなってくれば強くなるほどやっぱり前後って使えなくなってくるんですけど、このラケットは圧倒的に止まるっていうことで2バウンドで簡単にブロックができたり2バウンドでレシーブなどもできるので、その前後左右いろんな方向から揺さぶりをかけるっていうことが可能になります。このようなプレーに興味がある方やお悩みがある方はぜひ一度お試しください。皆様からのご注文お待ちしています。ありがとうございました。